ニュージャージー植民地は1674年から1702年まで現在のアメリカ合衆国ニュージャージー州の領域に存在したイギリス領植民地である。当初の植民地領域は現在のものよりやや大きく現在のニューヨーク州の一部に広がっていた。オランダはそのニューネーデルラント植民地からイギリスの北アメリカ植民地の大西洋貿易を妨害していた。 この植民地の土地は1664年9月にリチャード・ニコルズが占領した後でイギリスがオランダから獲得したニュー・ネーデル・ラント植民地の一部だった。イギリスはイギリス人ジョン・カボットが最初にこの場所を発見したことで占領を正当化した。この植民地の占領後、ニコルズはニュー・アムステルダムとニュー・ネーデル・ラントの残りの副知事となった。ニコルズは 財産権、相続法及び、心境の自由を保障した。当初の西及び東ニュージャージー植民地はそれぞれ黄色と緑色で示す。キース線は赤色、コックスバークレー線は橙々色で示す。上部設計部がニュージャージー州とニューヨーク州の間で論争となった地域である。イギリス政府はこの領土をニューヨーク植民地の一部として、 ヨーク港ジェームズに渡した。ニューヨーク植民地のうち、ハドソン川とデラウェア川の間の地域が、不採決済の代償として、ヨーク港からジョージ・カートレット卿に渡された。新しい植民地は、カートレットの先祖伝来の地である、ジャージー島にちなんで名付けられた。ニュージャージーの他の部分は、ヨーク港の親しい友人であった、ストラットンのバークリー卿に売却された。 この結果、カートレットとバークリーがニュージャージーの二人のイギリス人領主になった。ニュージャージーは東ジャージーと西ジャージーに分かれた。東西ジャージーの正確な境界はしばしば論争の対象になった。二つの植民地の境界は大西洋から北に今日のアトランティックシティに伸びていた。この境界線はジョージ・キースによって作られ、現在でもバーリントン軍とオーシャン軍の境界。 およびハンタードン軍とサマセット軍の境界になっている。キース戦は、リトルエッグハーバータウンシップの南部から、北北西に伸び、タッカートンのすぐ北を過ぎ、デラウェア峡国のすぐ北にあるデラウェア側のある地点に、達する。あとの1676年、クインティパー隊と少女で論争が減った。資産論争を解決するためにより正確な測量と、地図が作られた。 これが1696年頃に引かれたソーントン線となり、1743年頃にはローレンス線が引かれ、これが法的用途で最終的教会に採用された。ニュージャージーの二人の領主は開拓者に土地外区を認定し、ニュージャージーの全住民に信教の自由を認める利権協定を成立させることで、より多くの開拓者を植民地に引きつけようとした。 英国国教会が国家宗教であるイギリス政府の下ではそのような心境の自由はなかった。土地と引き換えに開拓者はクイットレントと呼ばれる連覆を支払うものとされた。フィリップ・カートレットが二人の領主から指名されてニュージャージーの初代総督になった。カートレットは首都にエリザベスを選んだ。カートレットは即座に土地所有者たちに追加認定を発行した。 ウッドブリッジ、ピスカタウェイ、シュルーズベリー、ミドルタウン及びニューアークなどの街が次々に現れた。開拓者の住居の多くはマルタ小屋だった。マルタ小屋の概念は初期スウェーデン人やドイツ人の開拓者がもたらしたものだった。ニュージャージーは海岸に接しているという理想的な位置にあったので、開拓者は農業、漁業及び海の貿易に従事した。 クイットレントの考え方は、開拓者の多くが支払いを拒否したために次第に難しくなった。開拓者の多くは、ニューヨーク植民地総督リチャード・ニコルズから土地を得ていたので、領主たちには何も借りがないと主張した。このことでバークリーは、西ジャージーを二人のイギリス人クエーカー教、トジョン・フェンウィックとエドワード・ビリンジに売らざるを得なかった。イギリスの国会支配から、 心境の自由を求めて、ニュージャージーに家を構えるクエーカー教徒が増えた。一方、領主のジョージ・カートレットが1680年に死んだ。あと、ニューヨーク植民地総督エドマンド・アンドロスが、東ジャージーに対する主権を得ようとしたので、論争が始まった。しかし、アンドロスは、フィリップ・カートレット総督をその座から追い出すことが、できなかったので、その後カートレット攻撃に動き、 ニューヨークで裁判に持ち込んだ。カートレットはその後無罪とされた。さらに東ジャージーと西ジャージーの住民の間や先住民族とニュージャージー住民の間異なる周波神との間に騒乱が持ち上がった。これら口論の最たる場合は約21万エーカーの土地がニューヨークとニュージャージーの間で問題となった。これらの論争は1769年の 王立委員会で解決された。1702年4月15日、アン・王の統治下で2つの領主植民地は統合され、ニュージャージーは王領植民地となった。コーンベリー教、エドワード・ハイドが王領植民地の初代総督になった。しかし、ハイドは賄賂を取り土地に投機する無力で腐敗した支配者だった。1708年、 コーンベリー教はイギリスに呼び戻された。ニュージャージーはその後再びニューヨーク植民地総督の支配下になったが、このことがニュージャージー住民を激高させ、総督がニューヨーク植民地をひいきすることを非難した。ルイス・モリス判事が別々の総督が治めるように裁定し、1738年にイギリスを常時2世によって総督に指名された。 1746年、ニュージャージー大学が、ジョナサン・ディキンソン、アーロン・バーシニア、およびピーター・バンブラフ・リビングストンを含む、大学生、ニューライターズの集団によって、エリザベスタウンに設立された。1756年、この大学は、プリンストンに移された。1766年、クイーンズ大学が、ジョージ3世からの直挙により、オランダ改革派牧師の手によって、 ニューブランズウィックに設立された。この大学は国王ィシャーロットにちなんで命名された。ありがとうございます。